突撃兵士団、フェルトヘルンハレは、第二次世界大戦における、ドイツ国防軍陸軍の部隊。1943年6月20日、スターリングラードの戦いで壊滅した第60、不評師団を再編して、南フランスで編成された。新兵の多くは、元突撃隊員であり、国内に配置された、突撃隊の12の、シュトゥルム版の一つで訓練を受けていた。ちなみに、 フェルトヘルンハレの名は、それまで、第271不評連隊、及び同連隊の第3大隊で用いられていた。師団発足時には、ニームからモンペリエ地域の警備を担っており、1943年9月初旬には、第8イタリア軍の武装解除に参加した。1943年10月末、師団は秋田フランスのアラス、デューラン地域へ渡り、12月からは、 東部戦線に移動し、第三装甲軍の下、ビテプスク地区での防衛戦に参加している。士団は1944年7月に、ミンスクで壊滅する。1944年9月1日、再編され、その後ハンガリーのデブレゼンで活動した。1944年11月27日、ダ団は、走行師団、フェルトヘルンハレに解消された。 1945年2月、ブダペストにおける戦闘で、再び壊滅し、第一装甲師団、フェルトヘルンハレとして、再び編成されている。その後、1945年5月、ブロドにおいて、ソビエト赤軍に降伏した、装甲的弾兵士団、フェルトヘルンハレ装甲師団、フェルトヘルンハレ、ありがとうございます。